ケイト・ヤングマンはアメリカ合衆国の宣教師。来日して1894年にハンセン病施設メグロイ肺炎を設立した。1880年代半ばのアメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真。ヤングマンは最高列左から二人目1841年12月17日、アメリカ合衆国ニューヨーク州キングストンに生まれる。 父ニコラスは教師。14歳児母と17歳児、父と死別。学校を辞めて、家事を切り盛りしていた。21歳の時に婚約者が南北戦争で戦死。21歳で再び学校に戻り、市販学校に進む。卒業後は学校に留まり、教鞭を取った。1873年大上官布告第68号で考察はすべて、 り除去かるごととされ、日本において、キリスト教信教が公認されることになり、この年、アメリカ長老協会外国伝道局から派遣され、来日する。32歳であった。1874年、同僚の婦人宣教師、メアリー・パークと共に、東京築地新栄町六6丁目4番地に、B6 番女学校を設立して、女学校で教えながら、伝道をした。 1877年、キリストの精神を社会的に実践すると、女生徒10人と公前者を設立する。社長は、竹村さやすいが就任した。ヤングマンは、社を代表の地位にはつかず、公前者の見張り役として働いていた。1891年社則が改められ、伝道、教育、事前の三本立てとなった。1892年日本キリスト芝協会の、 信者である、津島八重は、ハンセン病を発病しまた生病院に入院していたが、宗教の違いで逃げ出していた。このことを知り、ヤングマンは、キリスト教のハンセン病施設を作りたいと発議した。アメリカ長老協会からの資金援助は断られたので、1893年、MTL という団体に資金援助を求める。1894年から、 毎年一定額の資金援助が MTL より送られてきた。1894年5月に1500坪の辞書を購入する。さらに、同年10月東京府江原群郡目黒村下メグロに4950平方メートルの土地を取得して、施設を建設することになる。別の病院にいた津島八重を引き取り、大塚精神、金夫妻を監督者に立て、 1894年10月13日正式に、胃肺園が発足した。胃肺園の食卓医は、北島幸造、梶木雄吉が就任する。北里柴三郎は、胃肺園を病院組織にするなら、医師を派遣し、医薬を与えようと申し入れた。1899年胃肺園はこれを受け入れた。北里により、中条助都市、高野六郎らが派遣され食卓医となった。 イ,ハイエンの病院科は公前社社員出席者全員一致の医師によるが東京府の許可が与えられたのは彼女が宣教師として与えられていた米国での休暇中であった。ヤングマンはイ,ハイエンの病院科は賛成ではなかったので病院としての認可が降りると自らイ,ハイエンより手を引いた。彼女の姿勢は変わらずようやく1900年公前者の総会に出現して 見張り役という前の役に就いた。1904年6月16日。院長、北島幸造、監督大塚精神の記録がある。1910年に、ヤングマンは公前者からも手を引く。病に倒れ12日の病画の後、9月29日に、日本で60歳で死没する。墓は、東京都豊島区、ソメイ墓地にある。長老。 改革協会来日宣教師時点71から12、彼女の印象は、一口で言えば、怖い人で、雷ヤングマンというあだ名も残っている。ある群像、ハンセン病師長のキリスト者たち、ある群像、ある群像 P78、ある群像、ある群像、ハットイハイエント、聖官、平井雄一郎国立ハンセン病資料館、研究企業第1号。 B30 から432,010。ありがとうございます。